ということで、どうも神谷です。ということでね、はい、こちらウォータースキップベイです。作り方まだ見てない人は上にね、白いの出てるんで、そこから見て、まずはこれを作ってください。ということで、今から俺たちのね、ウォータースキップベイのテクニックを皆さんに伝授したいと思います。レッツゴー！ということで、実際にやっていきたいと思います。この時の、コツですけど、なるべくまっすぐシュートするのがコツです。シュートの角度ですけど、ちょっと上上げるぐらいで、なるべくまっすぐやってください。じゃあ行きます。はい、今のはね、わざと悪い例をしました。まっすぐやりすぎると、そのままね、水の中入っていくんで、なるべくちょっと上でいきます。おー、なるほど。ここの速さである程度変わってきます。綺麗に決めるか。マリ、おお、めっちゃいったやん。20回ぐらいいったんちゃう？なあ。おお。ということで、皆さんもウォータースキップベイ作ってやってみてください。このね、浅いところでやらないとベイブレードやった後沈んでいくんで、なくすんで、皆さんもこういうところでやってください。ということで、じゃあまた。